人間たちの強い覚悟がゼウスへの道を開いた。連合軍は妨害も跳ねのけ、敵地深くに進軍。ついにゼウスの夜地へとたどり着く。復活した破壊神や暗躍するロキ、そして姿を現さない神オーディン。未だに解決していない謎はあまたある。だが連合軍はゼウスに向かって突き進む。彼の口からこの異界を作った真意を聞くために。ついに総妃から得た情報が役立つ時が来たな。ゼウスを守る結界は4つの闘技場の主を倒せば破れるらしい。鍵となるのは私たちの腕輪か。つまり私たちがやられたらおしまいってことですよね。頑張らないと。ではいざ進みましょう。ゼウスの真意を確かめるために。結界を解除しなければゼウスの真意を聞くことはできない。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはずです。参りましょう。敵将撃ち取ったり。総妃からの情報によれば最初の闘技場は知恵の力で開くらしい。俺の腕輪に宿るヘルムス、知恵者の神だし、俺から行こう。諦めて。闘技場に入るには将軍殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。すごい立派な活躍ですね。参ります。あなたがいてくれてとても心強いです。俺はヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。すごいです。本当に開きました。総妃さんがくれた情報はこのことだったんですね。打ち取りました。闘技場の主位置が出ます。これでいいわ。やっやっやっ。すごい。メスマル様やったね。この調子で参りましょう。次は確かビンオンではでしたか。多分それは私ですよね。私でいいの。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので、私ごときが美を語るなんて恥ずかしい。ですがやるしかありませんよね。総妃殿によればあの闘技場の鍵は光、そしてこの腕輪には光明神アポロンの力が宿るそうだ。ならば私が行けば開くはず。いざ。さすがなるご活躍、あなたと共に戦えることを誇りに思います。わしの元へ来るには結界が邪魔をしている。そして結界を破るにはそれなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。さて、ここまでたどり着けるかな。私たちが結界を破ろうとしてるのに、ゼウスって神様まだまだ余裕みたい。そうね、何か考えがあるのかも。消去も油断しないでね。美の女神アフロディーテの力を借りているものです。この闘技場に挑ませてください。門を開けるとは。俺に挑む資格はあるようだ。敵将打ち取る。さあお前の力を見せてみろ。終わらせます。よかった、この闘技場は制しました。ナオトラ様さすがです。私も頑張らなきゃ。さあ書き乱してやろう。打ち取りました。まぐれではないかもしれない。わしのもとへ来てくれた方が盛り上がるか。やつらは順調に進んでいるようだ。ええ、我が君の助言をき
ちんと理解できたようですね。父がうまく察してくれたか。敵をくじくにはこの手だ。私でいいの？怪物か。打ち払い、前に進まん。素晴らしいご活躍ですね。あなたと一緒なら私頑張れます。奴らの攻撃をかいくぐってくるとは。参ります。共に奏でましょう。そろそろ教えてください。あなたの真意は。それはまだ言えんな。もうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父上、終わらせます。アレスよ、気になっていたのだ。なぜお前はそこまで人間との交流を避ける。我ら神だ。人間よりはるかに高位の存在。奴らと親しくするなとんでもない。人間と話すのはなかなか楽しいがな。我が名は超シリュウ、光明神アポロンの力を借りる者。なぜ闘技場を突破する術が分かった？まあいい、父上の元へは行かせぬぞ。位置が出ます。まさか私が敗れるとは。アリス、あとは頼んだ。アテナまで破れば。だが俺がいるこの闘技場は決して破れ。そもそもポセイドンの力を持つな。やつ、人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ、その鍵は海。私の腕輪はオーディンの仲間のものだから違う。一体誰なら開けられるのだ。私だ。ソーヒドン、あなた。いや、そもそもなぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要があった。警戒をされてしまっては面倒だから。私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあアレスよ、貴様に挑ませてもらうぞ。神を裏切るとは愚かな。人間の軍勢で理解できん。来い。戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。さあね。奮い立て。俺が敗れただと。参ります。君ごときに腕輪の力など与えるか。位置が出ます。腕輪の力か。果たして本当にそうかな、アレス。結界が破れた。今こそゼウスの真意を確かめん。さあ人間たちよ、お前たちの力をわしに見せてくれ。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。雪村殿のどんな逆境にもくじけぬ心、私ももっと見習わねば。私も趙雲殿の槍術から学ばせてもらっています。我々が共にあればどこまでも強くなれそうですね。ああ、これからも切磋琢磨していこう。このような会話前にもした気がするな。父上、私もお力添えいたします。人間どもめ、口
屈辱を晴らしてくれるわ。ゼウス様、あなたは何の目的でこの世界を作ったのですか。前にも言ったはずだ。力ずくで果たせてみせよ。その余裕、自信の表れか。全身全霊の部で挑まねば。お上手ね。さすが私が認めた方ですわ。初心ゼウス。それでこそ挑むに値する。どこかに一番偉い神様ですよね。私勝てるんでしょうか。全く動じていない。私たちの寝返りは想定内ということか。いや、がっかりしたぞ。何せ美女が敵に回ってしまったからな。さあね。神にそう言われて悪い気はしませんね。もっとも我が君以外に興味はありませんけど。いやー、水鏡で見ていた通り冷血ぞろいだな。それに何といっても美女が多い。この戦場、位置が退けます。俺が混沌に飲み込んでやる。ダメージ。集え。あなたこそ天下無双の強者です。さすがはあの魔王を倒した英雄たちよ。お前たちの戦いをオリンポスから覗いていてな、一度戦ってみたくなったのよ。そのためにこんなことを。いや、すまなかったな。ふざけるな。貴様など神々の王にふさわしくない。何を。子は父を殺しようとなる。この男もそうして今の地位を手に入れたのだ。今度は俺の番だ。よく決断してくれたな、アレス。やはりお前こそ我々と共に世を滑るべき存在。許すものか。あなたは。私はオーディン。アースガルズを滑、そしてこれから全ての世を滑る存在だ。